ユミの You and Me。 皆さんはここ江東区で美味しい蜂蜜を生産していることをご存知でしょうか。今回のユミの You and Me では、この蜂蜜がどのように作られているかを学ぶことができる夏休み小学生養蜂教室にお邪魔して、私も蜂蜜について学びたいと思います。それでは行ってみましょう。今回の夏休み小学生養蜂教室は、江東区ハニービープロジェクトと温暖化対策課との共催で行われました。区内で養蜂事業を行っている江東区ハニービープロジェクトは、平成25年度に江東区職員等提案制度で最優秀賞を受けた事業として始まりました。江東区防災センターの屋上での養蜂活動を通じて、 CIG 緑の中の都市づくりの推進、都市の生態系回復とともに、江東区産の蜂蜜を使った製品の販売などで地域の活性化を目指しています。今日は小学生向けの教室ということですが、子どもたちにどんなことを学んでほしいですか。そうですね、ミツバチといいますとね、大体蜂蜜を、作ってくれる、そういった昆虫というふうにね、皆さん思いがちだと思うんですけどね、それだけではなくて、いろんなことをね、人間社会に貢献してくれてるんですよね。その一つが、緑化、都市の緑化ということで、いろんな緑をですね、育てるためのきっかけをね、作ってくれたりしてるんですね。ぜひいろいろ学んでほしいと思います。You and me。これからイベントが始まりますが、その前に子どもたちにちょっとインタビューしたいと思います。こんにちは。今日はこの教室にどうして参加しようと思ったんですか。蜂が好きだからです。そうなんだ。どこが好きなの。なんかふわふわしてて可愛いところとか、もともと動物が好きだから、なんか蜂も好きなんですよ。今日はこの教室どうして参加しようと思ったんですか。楽しそうだったから江東区で蜂蜜を作っているっていうのはもともと知ってましたか。知らなかったね。そうだよね。夏休みの自由研究にぴったりということもあって、定員10組の募集に14組28人が参加し、養蜂教室が行われました。まずはプロジェクターを使ってミツバチの生態や養蜂の歴史などを学びます。防災センターの屋上から飛び立ったミツバチは、蜜を求めて半径およそ2キロの範囲を飛び回るそうです。子どもたちは熱心にメモを取っていましたよ。続いて実際にミツバチを観察してもらおうと、箱に入ったミツバチが登場しました。ミツバチがたくさん詰まった巣箱に子どもたちは興味津々です。このどの部分なのか、上鉢にだけ白い印がついてるんですけども、でも確かに見つけやすくて、大きさも他の鉢とちょっと違いますね。上鉢大きいです。皆さんは上鉢見つけられましたか。白い印が上鉢です。たくさん鉢見るの初めてねえ。上鉢見つけた。見つけました。こんなにたくさんの鉢見てどうですか。びっくりしましたね。そうだね。 You and me。 ここからは採蜜体験です。蜂の巣に集まった蜜を収穫するには遠心分離器を使います。まずは蜜蝋に穴を開けて蜜が取りやすいようにします。一匹の蜜蜂が一生に集める蜂蜜はスプーン1杯ほど。大切に採蜜が行われました。すごい甘い香りがして美味しそうって思いました。匂いがします。ああいう機械で蜂蜜を始めました。はい、気合入れてます。はい。結構勢いがつくまでに力がいりますね。あ、すごい、本当に匂いが甘
甘い香りいますね。すごい。すごい。ビシビシ飛んでます。いっぱい取れるんだ。すごい。結構力がいるんですけれども、本当に蜂蜜が出てきているのが分かるので、面白い作業ですね。回してるとどん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 甘い香りが上に上がってきます。美味しそうな蜂蜜が取れました。みんなで作業して集めた蜂蜜は、瓶詰めにして参加者の皆さんに配られました。さっき生で食べてるのに、薄い、なんか瓶に詰めた方が。私も味見をさせていただきました。なんか香りが全然違いますね。美味しい、甘いですね。少しさっぱりしてた。蜂蜜食べてみてどうでしたか？甘かった、ね、え集めたのからどうやって蜂蜜ができるか、そうだね。ミツバチが食べるものをたくさん知れてよかったです。同じミツバチでも全然種類とか全然なんか習性みたいなのが違うことがよく分かりました。ミツバチを通じて自然の大切さを学んだ夏休み小学生養蜂教室。子どもたちにとって有意義な夏休みの一日となったのではないでしょうか。